手前から奥までずっと壁まで。え、待って、これ何？これ何？これ何？すっごい古いよ。待って、振り返ったら3連星いる。素敵すぎる。皆さんこんにちは、高坂きのです。今日も始まりましたモチケンチ TV。 今日はですね、こちら大宮のステラタウンさんにやってきました。このステラタウンさんはですね、建物もたくさんあって、ステラモールの中の2階にブコサがあります。でも他にもたくさんお店とか公園とかがあるので、家族で一日遊べる場所になってます。はい、早速やってきましたブックオフさん。もう入り口からね、こうフィギュアとか並んでて、おもちゃ系強そうな感じガンガン出てますね。人気作品ワンピースだったりとか、ハゴレンとかもドラゴンボールだったりとかのフィギュアが並んでたり、この並べ方もかなり可愛い感じになってますね。入り口からワクワクさせてくれるような展示になっています。上にも大箱があったりとか、すごいロボ系もね、かなり充実してる感じですね。スターウォーズとかアメコミ系も並んでます。さてと、プラモデルとかフィギュアとかおもちゃのコーナーを探しに行こうと思うんですけども、むちゃくちゃ広いんですよ。奥見えます？奥があんなに遠くにあります。それぐらい広いんですけど、本はもちろん大宮ということでですね、スポーツが盛ん、そしてこの施設内にもサッカーができるようになっているということで、こういったユニフォームがめちゃくちゃ飾られてるんですよね。すごい、こんな店内初めてかも。スポーツ推しな感じいいですよね。さらに珍しいと言っておすすめされたのが、こちらの K-POP のコーナーがあるんですよね。こんな感じで揃ってたりとか、こういったアイドルグッズが一面並んでいます。珍しい。レコードコーナーなんかも壁も可愛く展示されていて、一面にレコードが広がってます。他にももちろん服や本といったおなじみのブックオフさんのコーナーがずらっと広いね。並んでいる中のこんなに広いところにフィギュア、おもちゃ、プラモデルのコーナーあります。これかなりでかいんですけど、5分の1ぐらいあるかも。はい、フィギュア、おもちゃ、プラモデルコーナー、なんと棚がめちゃくちゃあります。今見える範囲の棚とこっちの棚も、手前から奥までずっと壁までおもちゃコーナーになってます。はい、たくさんブックオフさん回ってきましたけど、この量、この広さでフィギュアとかプラモデルが展示されてるのは、大宮がもしかしたら一番ぐらい広いかもしれません。だってこれぐるっとこっちの壁までずらっと並んでるんです。そしてこのブックオフ大宮ステラタウンさんの特徴の一つとして、鉄道模型がめっちゃあるんです。というのも、すぐ近くに鉄道博物館があるので、鉄道のユーザーさんたちの熱も高いみたいなんでしょうね。こんなにさ、スターターセットがあったりとか、車両ケースもすごい量並んでます。すごーい、こんだけあったらすごくないですか？ここまであるんだね。すごーい、これぞ大宮ステラタウンの鉄道熱でございます。めっちゃあるやん。ミニカーのコーナーもなかなかありますね。でっかいラジコン系もあれば、こういった可愛らしいミニカーもあれば、結構下の方ね、動かせる子多い感じですね。へえ、ほんといろんな種類、あ、ミニ四駆とかもあったりするし、え、イーグルとかあるよ。へえ、もっと様々な人がいろんなものを持ち込んで売られているので、
かなりバラエティに富んだラインナップになっています。そんな車の中にミニ四駆のキットを見つけました。本体はもちろんパーツがねちらほらあるんですけど、なんかこうミニカーとかと一緒に混ざって置かれてる感じなんですよね。え、なんか塗料まであるし自由だね、ここの展示。ちょっと宝探し的にこういうのをね見つけ出しながら使ってもらったらいいんじゃないかな。だってこの辺まで来るとさ144分の1の戦車とかまでありますね。はい、プラモデルのコーナーにたどり着きました。ここだけちょっと島が分かれているんですけど、スケールプラモデルのコーナーです。お、いいですね。今話題のゆきかぜちゃんだったりとか、え、待って、これ何これ何これ何、すっごい古いよ。じゃん、ちっちゃ、これ144分の1だって。珍しいスケールですね。パーツ外されてますっていう作りかけもあったりとか、いろんなパターンの子がいます。あ、なんか30%オフみたいなのもありますね。お買い得品があったりする。もちろん海外系のドラゴンだったりとかキットもあれば、何この古いの、大事に持ってらっしゃったんでしょうね。相当古いですねみたいな子もやっぱりちらほらと、うわー不死身古いありますね。いいねいいねいいね。待って、結構な保存状態なんだけど、それでもレアだからね、売ってるみたいな感じいいですよね。いや、こういうのが起こるんだよね。そう、積み切れなくなったからこちらにやってきたんでしょう。飛行機系ももちろんありますし、あ、なんかこうタグつ、なにこれ、エデュアルド48分の1、へえ、ゼロ戦か、すごいのあるね。これもだってすごいことなってるやん。これレアキットもあったりします。へえ、私はね今これもいつのだよ。なんかレアキットを探すのも楽しみですけど、死んでないかなーなんて探しながら見てます。あれ、こっちタンクコーナーですね。なんかすごいキットある。長谷川、いつの長谷川みたいな子いますね。骨董品ですね、もはや。コレクションに皆さんいかがでしょう。だってこれもトミーって書いてあるで、タカラトミーのトミーですね。おー、お船もあれば戦車も、ここは比較的綺麗な4パチがいたり、なんかないかな、なんかないかな、ワクワクしちゃうよねこういうとこ見てるとね。すごい、結構ほんとこうやって積んでた人がまとめて売ってるっぽいので、古いキットがゴロゴロ並んでますね。上にもじゃーん、デカ箱、レオパルドとかですね、ヤマト、おー、いろいろいるじゃん。だってシナのめっちゃでかいんですけど、何この箱、やば、すごいね。はい、こちらキャラクターのプラモデル、まあ、ガンプラとかロボット系が並んでいるコーナーにやってきました。ここもねなかなか面白いものがありまして、見てこれ、あれキットじゃない、あれのあれですね、あれザク、これね、なかなか売ってないんですよね、あれザク、今話題のだったりとか、こちらの HG とか、お、すごいね、 G ハーバー、懐いぜとかあったり、ジオとかもいますね。わー、 2.0 だって、うわー、いつのだよいつのだよという感じでガンプラが広がってます。ここはすべて買い取った製品を置いているそうなので、新品はないんですけど、だからこその、うわ、私に家にストックないんだよね、リックダム2じゃんとか、なかなか再販されないような子たちも置かれてたりします。こういう一番くじの子だったりとか、ヤードム、ヤードム限定版だったりとかもあるし、え、でも結構なさ HG の量ですね。あ、またリックダム2おるやん、なんでこんなんおんの、かっこいい、やば、
YouTube で悪界など最近再販されたものももちろんあったりします。上の方は大箱になっているのでやっぱりいますね、ハサウェイとかね。はい、珍しいよ。3チームセットじゃん。これ再販されたんですか？オーバーになってるってこと。そうっすか。すごいですね。あーすごい、ダーブド、これいいキットですね。はい、いっぱいこうプレマン系もあったりするのも特徴かもしれません。真ん中のケースにはですね、組み立て済みの販売もあります。結構組み立て済みの方が高価になってる気がする。待って、振り返ったら3連セール、素敵すぎる。いいですね、急増ですね。そう、ドムのパッケージもだいぶ変わってしまったので懐かしい感じもしますけども、そういった MC たちが置かれてます。あ、普通のドムもいるじゃん。はい、シャトリアとかもいますし、でもちょっとこういう古い系のね子たちもいたりとか、やっぱこういうのね探しながら見ていくのが楽しいですよね。あ、困ったらちょっと車になりましたね、ここね。車がここに来てます。そうね、フェラーリってね、許可が出てる時しか販売されなかったりするので結構溜め込んでる方多いんですけど、一斉放出されてますね、ここで。あ、なぜかゲルドキャノンが 30% オフになってる、おめでとうございます。そういった長谷川だった絵とか車もたくさん並んでます。昔のイタシャとかってもうなくなったりしてるよね。へー、またすごい古いキットが置いてあるね。何これ、何これ、日モさん、ギャオ、レアですね。いいね、歴史を感じます。ここにもミニ四駆がある。なんかさっきもミニ四駆あったんですけど、こう散らばってるのは多分ね、棚の量よりもプラモの方が多いからみたいな感じだと思うので、皆さんこういろんなところをこういった組み立て済みとかもいろいろあるしね、こう探しながら欲しいものを見つけたらいいんじゃないかなと思います。あ、こっちにもまだまだありますね。でっか、スタートレックエンタープライス号だったりとか、レベルこれ塗料付きですかね、書いてあるね。スペースシャトルタミヤさんのやつだったりとか、うわ懐かしい、うわー、何これ、ペガサスホビーさん、へー、アダグラムセットだったりとか、ここは結構ノンジャンル、待って、この古い安土城とかもうほんとノンジャンルですね。へー、いろんなのが置かれておりますね。いいですね、デカ王子とかね。なんだかすごいな。だから本当想像してるよりもたくさん、ほんといろんな種類のプラモが置かれてるので、何これみたいなのがすごいありますね。ほんと宝探しとはいい言葉ですね、ほんとそんな感じ。何物みたいなのとかこうね、箱痛みとかで安くなってる子もたまにいますね。すごいな、大箱の量。すごい。なんかへーって言っちゃって普通に見ながら楽しんでますけど、プレデターのプラモとかあったんですね。すごい、そんなのあるんだ。結構こうアメコミ系だったりとか映画系のものがプラモでもたくさんあるので、なかなかやっぱ見たことない、見たことないものとかいますね、こういうね。ほんと、いつの子よと思いながら。サンダーバードのコレクションだったり。はぁ、すごー。プラモデルは買い取った中古のものが多いんですけど、工具類は新品も入ってます。すごい置き方のリッパーたち。に、私これちょっと笑っちゃうんだけどさ、この置き方やばくないですか？重さはちょっとこっちに倒れてきてますけど、こんな工具類もたくさん置かれてます。なんか今の時点ではこうね、建物との兼ね合いでこう消防法とかがあるんですけど、で塗料はあんまり置けてないそうで、こ
ここに置かれている塗料はこういったガンダムマーカーぐらいしか今はないそうです。またね、これからちょっと兼ね合いとかで相談しながら置けたらいいなっていう感じだそうです。まあ、塗料こそはないですけど、他のヤスリだったりとかツル類はしっかり揃っているので問題なく作れそうです。はい、プラモのコーナー終わったんですけど、実はまだまだフィギュアのコーナーがすごいのでそちらも見ていこうと思います。ここもすごいんだけどね、これずっと奥までフィギュアなの。フィギュアは基本的にタイトル順、アリュエブ順になっています。なのでア行からこんな感じで並んでいて、いくよ、ずらーっとあるよ、やばいよやばいよ、すごいのよ。家業で隣の棚まで行っちゃいます。いや、本当にすごい量なのよ。上から下までずっと、あ、ジョジョとか来たから作業まで行きましたね。あ、他業だ。あ、だからよく考えたらここに書いてあるじゃん、作業、他業、目安になってますね。で、続いて他業。え、すごくない？どんだけあるのと思うと思うでしょ。さらに魔行、本当に広いんですよこの店内。そしてやっと野行と和行で終わりでーと思ったら、人気コンテンツは別でタイトルが書かれてコーナーが作られてるみたいですね。え、めっちゃある。呪術もドラゴンボールもでしょ。で、こっちもそうなのよ。どんだけあるんよ。実にフィギュアだけでこのでっかい棚が8つぐらい置かれています。すっごい量、ほんとすっごい量なんだよ。他にも小さなアニメグッズとかもずらずらずらっと並んでるし、こっちには紅白の話題でモチキーのストップリがいっぱいあったりとか、こっちにもあっちにもすんごい量なの。圧巻のコレクションです。あ、まだロボ系のフィギュアの棚がありました。ゾイドだったりとか、あ、すごい変身系ロボエヴァだったりとか、え、マクロスってこういうのも出してるんだね。だったりとか、これなんだろうね、なんだろうね、合体だとかね、ロボット系がずらずらずらと並んでおります。もちろんこの中にもこういうちょっと懐かしい子が置いてあったりとか、こんなの場である、かわいい、いろいろあるね。え、ここ実はめちゃくちゃ面白いんじゃないの。もちろんこういう王道の一番くじもあったり、メタルロボット魂の新しいものもあれば、え、ディズニー系超合金なんてあったの。仮面ライダーとかね、おなじみのアクションフィギュアが並んでたりします。え、すごい、デカ箱もすごいねこれね。へー、こっちにはアメコミ系海外系のトイたちも並んでます。アベンジャーズだったりとかね、ランボーとかの、ランボーあるよ。もうトミカだったりとかアンパンマンだったりとか、子供向けのものも合わせるともうほんとマジ広すぎて。お、この辺戦隊ものですね。戦隊もののところにはですね、これ子供向けのトイ系もあれば大人のガチめのものも混ざってるそうなんですけど、いや、これもすごい量、みんなのね夢がここに詰まってるわけですよ。あれ、ガオガイガーとかいてますからね、こういうとこね、やっぱね。怪獣系もいたりとか、ほんと広いしすごい量だね。ライダー系の変身ベルト、グッズ類がたくさんある中で、いましたいましたいました、大人向けベルトたちもすごい量揃ってますよ。え、すごい、これめちゃくちゃあるね。このオーズドライバーのコンプリートだったりとか、ディケイドのドライバーだったりとか、うわ、すごい、うわー、お、電王ベルトもありますね。ほんと半端ない広さのコーナーに
至るところにフィギュアやプラモやコレクションが置いてあるので、ほんとどこ見てても飽きない感じになってます。すごい広い。ということで、全然紹介しきれないほど大きくてびっくりするブックオフ大宮ステラタウンさん、いかがだったでしょうか。本当に所狭しとプラモが並んでて、宝探しにもってこいな店内なので、ぜひぜひ好きなものを掘り出しに来てみてください。本当に広い、本当に広すぎてびっくりする店内から、こういったねドームを探したりとかするのもいいし、駐車場もすごい広いのがついているので、こう積みプラを売りに来てそのまま買いに来ても楽しいんじゃないかなと思います。なんか来たくなった方はぜひグッドボタンも押しておいてください。ということで、今回の模型店巡りはブックオフスーパーバザー大宮ステラ店さんでした。ということで、以上ボケンチ TV でした。またね、バイバーイ。